はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカー、ライブ配信始めていきたいと思います。今回からですね、舞台は、リオからリオで、ブラジルリオから日本に移りまして、南葛高校の全国高校サッカー選手権かな、こちらがのシリーズが始まります。で、リオで育てたキャラの能力値がそれぞれに転生みたいな形で引き継がれます。その状態でプレイしていきますので、ぜひ、ご期待ください。では早速やっていきましょうの前に、この配信は Twitch で行っております。 Twitch アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Twitch マイアカウント、フォロー&チャットコメントプリーズ。リポストじゃなくてチャットコメントですね。YouTube チャンネル登録、高評価お願いします。またアーカイブを、スイッチのアーカイブを YouTube でアップロードいたします。2日後、18日21時頃からプレミア公開しますので、ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、X のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX my アカウントプリーズ。フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では、DF 自頭は持ち合いのパワーを生かしたディフェンス力、佐野とコンビプレーを使う。となってますね。は352、レベルを美咲くんがおそらく翼くんのレベル10を引き継ぎますね。
で、キスイ君なのかニッタ君なのか、タキ君とかかな。さあ試合開始、長崎国見戦です。私惚れて見つめている、そんなバカな。ふ、モテる男はつらいぜ。ピースピース。何回ピースやるんだ。あ、なんか巣に戻った。タキ君はフォワードやからな。ニタキ君に渡しましょう。ふわっと高杉君へ。ここで縦パス浦部君へ。次行くね。そう回していきます。9番が抜け出てましたよ。ここでジト君が来た。ニッタ君へ。でこんな小細工は通用性。パワーブロックってなんだよ。そういうミサキ君がフォロー、今場所は悪くないように見えるが、さあどうなる。勢いは弱まったが、弱まっただけ。シュート、新田くんヘディングシュート。止められるやろうな。なんかスコーナーキック、新田くん、新田くんじゃない、伊沢くんかな。ショートコーナー、いつものショートコーナーでいくか。浦部くんへ。まあ、当然ここではシュートしません。届くかな、新田くんへ。さあ新田くん取り囲まれたが、これダファになってまたコーナーキック。ちょっと消極的だよな。高杉くんへ。これはいけません。引き杉くんショートコーナーへ。浦部くんへ。場所は悪くないけどな。ここに行ったくんへ縦パスです。やばい、佐野くんにボールが渡ってしまった。追いつかない。佐野くんが強い。佐野くんシュート。森崎くん来た。森崎くんなんとかここはボールを守った。え、難しいな、ちょっと距離が長すぎるな。伊沢くんこれどうかな、パス通るかな。弱まったなぁ。さらに10番、これは届かない。あ、なんとか伊沢くんにパスが通りました。しかしオフサイドないんですよこのゲームは。新田くんが独走と見せかけて、きついくんへ。もう一回ここで新田くん。さあここはシュート行きましょう。なんだこの
ハヤブサボレーシュート試してみましょう。ハヤブサボレーシュート決まりました。先制点です。再開。さあ相手のキックオフ、6番が邪魔しにくつきまとえ、とにかくつきまとえ、4人が囲ったタックル、パスカット、タックル、パスカット、出した、パス出した、浦部くんが届かない、岩又だけ、しかもワンツーリターンで一気に前進する、つきまとえ、地藤くんがもうこんなとこにいた、え、なんとこれは隙を突かれましたね。しかしシュートじゃない、こぼれ球になって6番がフォロー、6番がシュート、こぼれ球になった、取れ、 OK、 新田くんトラップ OK です。新田くんのガッツは300か、木杉くんへ、すぐに応答してます。ワンツー行こう、一気に前進します。シュート無理やろ、マッチングされましたね。あと、なんかロングスローやってる、完全に裏をかかれました。佐野くんボレーシュート、これは森崎くんやばい、おー、ここで石崎くんが守った、もう一回ボレーシュート、これ球になって、まだだ、佐野くんがいる、立て続けのシュート、森崎くん忙しい、決まってしまった、同点です。3回のシュートの波状攻撃に点を許してしまいます。1対1を同点です。じゃあ試合再開、せめて国は勝ってほしいが、
端6番ですね。上回っただけ。あ、しかしインターセプトだ。早いな。とにかく動きがすごいいいんですよね、相手は。力不足じゃないの、完全に。つきまとう、つきまとえ。ダメだ、シュートを先に許す。こぼれ球、石田くん、ナイス。木杉くんへ。ワンツーだ、ここは。もう一回ワンツー、新田くんとワンツーです。あー、しかし届きませんでした。同点のままで前半終了です。無理だ。あの、機械選手と変えることってできないんだ。まとめに行かないと。でも相手早いな。浦部くんと木杉くん。浦部くん、小枝前、木杉くんがフォローです。ちょっとガッツがな、少ないな。ドリブルで抜け、インターセプトを許してしまう。嘘でしょ。さあ、今度は高杉くんと浦部くんがつく。パスを出す。届かない、届かない。しかもまたワンツーだ。これが強い。しかも速攻のパスを打ちます。なのでブロックできないんですよね。とにかく速い動きが。なんとしても飛び出せ森崎くん。ナイス森崎くん。森崎くんの勇気が勝りました。トラップですね。伊沢くんです。相手の方がしかしボール速いからな。ミッドフィルダーか。ウサギくんへ。パスです。さあ、木杉くんほぼゴール前。いや、シュート行きましょう。ボレーシュート強烈、決まりました。これで再びリードです。
強烈なボレーシュートですね。サイドリードを奪いました。後半残り21分、オラオラオラ、3人が囲みます。滝くんはタックル、あとは2人はパスカット、パスを出します。滝くんは届かない、高いなパスが。タメサキくんは勢いは弱まっただけか。しかしまあ高杉くんが届かない。またワンツーだ、嫌なワンツーだな。何これ。お、ナイス岸田くん、中山くんがキープ。滝くんとワンツー、ここはいや普通にこれでいいんじゃないの、新田くんと。でパスですね、新田くんへ。まだ早い。トラップ、ワンツー好きやな。さあここでチャンス、二択シュートを狙います。ヘディングシュート、決まりました。3対1です。再開です。さあ4人が囲んだ、タックルパスカット、タックルパスカット、これ球だ。さあ5番がフォローしてしまう。何？佐野とのコンビプレー？は？お、いや、でもまだ助かったかも。トラップで助かった。おお。確保したのはでかいよな。さあ中山くんだがここ難しいですね。一回石崎くんに戻すか、
ラップ。もちろん突進です。おっと、ここでパスです。さっくんパスキャッチ。おっと、道を開けろとばかり誰も邪魔しません。ここで新田くんとのワンツーです。さっくん今どこにいるんだ。さっくんいないな。シュート行こう。ジャンピングボレー。決まりました。試合再開です。なるべくガッツは使い切りましょう。使うことで成長します。あ、ダメ、動かない。弱まっただけ。しかも恐怖のワンツーリターン。あ、ダメだ。伊沢くんナイス。やっただけ。いや、ワンツーかな。浦部くんとのワンツーです。当然さらに新田くんとのワンツーを選択。ワンツーフィー、ワンツーが有効に機能してます。通常のボレーシュートいきましょう。ボレーシュート決まりました。通常ボレーシュートでも点は取れます。ガッツ使わないからな。5対1になりました。まあ勝ったでしょこれ。残り3分しかない。北部くんと新田くん、みんなパスカットに行くと思い込んでいる。パスカットしない。新田くんがインターセプト。さあ、あ、違う、シュートじゃない。さすがにこれは遠すぎる。加水くんがカバー。パス、木杉君へ。5番が来たが、これはドリブルでかわしていきます。あ、シュートです。シュートじゃない、試合終了です。秋田商工ですね。
新田くんのみのみっぽい出た立花兄弟スカイラブはディフェンスにも回ってくる花輪だったよな中学時代は でもなんか都会に出ましたね県庁所在地に新田くんがレベル8になりました篠崎くんもまあ悪くはないなキックオフ行きましょう。さきすいくんがついた。タックル。かさえた。ボール届かない。マサオくんだ。フォロー。クリア。空中は出た。スカイラブ。と思ったな。スカイラブハリケーン潰しでした。弱まっただけあっとカット10番がカット そして加藤くんへ スカットまただまたスカイラブハリケーンだを弱まった当然パンチング届かえません今度は決まってしまった加藤くんがボールを決めましたいきましょう試合再開です翡翠くんへここはマンツー新田くんとのマンツーですカツオくんもなかなか強い敵の10番の強い美咲くんがフォロードリブルで強引に食うあこれディフェンスにもそうだなんか役に立つって言ってたスカイラブ勝負だマサオありゃりゃ敵を10番がこれはミサくんかわしましたねスカイラブディフェンスをかわしました
鮮やかでしたね。さあ、次美咲くんは一旦伊沢くんへ。あっと、あ、遠かない、よかった。逆サイドから攻めていきます。そこに新田くんへパス、届くかな、届いた。ただちょっと角度が悪いかも。加水くんへ、中山くんカット、で伊沢くんへ。弱まったが、弱まっただけ。伊沢くんがセンタリングで押し上げようとする。さあ伊沢くんセンタリングから高杉くんへ。さあ囲んだが、頑張れ高杉くん。こぼれ球になってしまう。ダメですね。もう一回伊沢くん競り合っていきましょう。この邪魔になって中山くんがキープ、筋肉くんキープ。え、これワンツーかな。いや無茶でしょ。滝くんがワンツーリターン、中山くんがここにいるが、さすがにこれは位置が悪い。ここでスルーか、違う、え、何これ。岸田くんが今度はカット、岸田くんが石崎くんとワンツー、そう対応します。おっと岸田くんが相当前に突出してるぞ。岸田くん木杉くんへ。これでシュートは打ちません。そうです、美咲くんに託します。ジャンピングボレー行きます。ジャンピングボレーシュー、決まりました。同点です。さあ試合再開です。ワンツー、恐怖のワンツー、昨日10番に渡ってしまう。さあ5番がつきまとうが、先にパスを出す。今度は正尾くんがワンツーリターン。石崎くん敵の10番に渡ってしまう。恐怖のワンツーリターン、敵の10番がヘディングシュート。ちょっと何もできませんからね。岸田くんナイス。秋田コーナーキックへ。さあ今度は正尾くんだ。何としても止めないといけない。さあまたスカイラブハリケーンだ。さあ
動き出した。ダメだ、何もできない、何もできない。7番かな、先くんへ。どうだ、やっぱりボールに向かっていくな。ただボール自体は遠く渡りました。ここで一回美咲くんへ。キスギ君とワンツーです。さあ、美咲君どこにいるんだ今。もうほとんどゴール前、行きましょう。ちなみにパスはでする意味はないな。これ球になってしまった。浦部君じゃない、高杉君。高杉君へ渡します。ショートコーナー、高杉君これは突破してもらいましょう。さあこれどうするかですね。木杉君へ、木杉君渡りました。スイクボレーシュート、またコーナーキック。浦部くんへ。当然8番が来る。ここで美咲くんへ捉えるかも。おお、さあ美咲くんが悪くない位置ですね。これシュート決まりました。同点です。少しお待ちください。
少しお待ちください。これ玉になった。おっと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 、勝負に行きましょう。美咲くんにパス。通常シュートしか打てないのか。カット、さきくんへ。さあきすぎくんへ。時間ないだろうな。もちろんシュート、ダメです、間に合いません。間違えた。いや、決まってしまった。なんと、まあびっくりした。これ玉になった。ん？なんで止められないんだ。
弱まったが止められないよな。ダメでした。サクとの一騎打ち勝負かした。ありゃりゃ、あーちょっと囲まれてますね。いや行こう、ミサクのパス力なら決めれるでしょう。新田くんへシュートです。ヒリングシュート、どうだ、こぼれ球になったか。ダメです、相手のボールになってしまいましたが、中山くんがカット。これを7番の滝くんに渡します。そして木杉くんへ。木杉くんゴール前にいます。もちろんシュート、次くんボレーシュート。あ、こぼれ球？あ、ダメだ。もう一回キスイくん。パスカットかな。飛車くんがカット。ここに6番がフォローに行ってるんで渡しましょう。浦部くん。さらにここに美咲くん、オーバーヘッド、キスギくんへ。こぼれ球になっちゃったか。だけ、いやまだ中山くんが届かない。こんなん無理やろ。なんで熱リターン、こぼれ球、高瀬くん。いや、一回タケくんに渡そう。さあ高いサイドから上がっていきます。さあそこで新田くんへ。角度はどうだ、キーパーが出てきたぞ。スルー、
萌え玉南葛をコーナーキック。さきくんへ。ここに伊沢くんがいる。どこだ伊沢くん。伊沢くんはガッツがあんまり良くない。ダメだ、クリア左右だが伊沢くんがカット。一進一退の攻防のまま10分、残り10分を切っております。150しかないのか。キスイ君ね。でもシュート身構えてる。く読まれてた。ヘディングシュート。あーダメ。家族に渡ってしまいます。ボールがまっただけ。息合ったコンビプレー。ジェミーアタック、やばい、完全に抜かれてしまった。家族の単独シュート。お、こぼれ玉へ。秋田のコーナーキックとなります。え？またコーナーキック。あっという間にロスタイム。さあ君、ここは勝負どころだ。フォローかな。
と、あと、ここどうしよう。石崎くん、新田くん、美咲くん、伊沢くん、滝くんかな。どっちでもいい。裏を書かれた。動けない。正面、あ、動けない。どうだ、裏を書いた。森崎くん、ナイス。左、とにかく左。動けない。ダメです。隅、裏を書かれた。ダメです。さあ、これ滝くんが決めないと負けます。だが動けない。さあ、サドンです。あ、ダメだ。裏を書かれた？書かれましたね。負けてしまった。国見学園に逆戻りです。画面も
と。ドリブルや。新田くんへ。さ、再度戻します。木杉くんへ。いないね。シュート。ヘディングシュート。シト君は届かない。決まりました。先制です。こぼれ玉、浦部くん、浦部くんがフォロー、木杉くんとワンツー。いや、もうパ、行きましょう、パス。5番もう関係なくと言いたいとこだが、無理をしない。あれ嘘、なんか相手敵結構強いな。火災だ。今度は4人が囲んだ。あーっと反則だ。国見フリーキック。どこにいるんだ。あーっと早くパンチングで破った。え、なに、佐野くんに渡ったが、森作倒れている。ここでこれシュート。岸田くんナイス。なるべく時間を稼ぎます。
これは自力で突破してもらいましょう。無理でした。さあ、恨み君がつく。パスカットに、ダメだ、パスカット通らない。石田君と伊沢君がつく。石田君タックル、伊沢君パスカットもらった。勝負だ伊勢崎、強引なドリブル来た。あら、吹っ飛ばされた。さらに伊沢くんも吹っ飛ばされた。おお、まあ、パンチング無理やな。恐ろしいな。試合再開です。キセイ君へ。ワンツーって無理か。とりあえずパスですね。インターセプトされるんじゃないの。あ、されない。キックに渡りました。さあ、これ超えてもらいます。タキ君は、そしてセンタリングをちょっとしないといけないが、ここかな、届くかな。届いた。あ、ダメだ、これスルーしたらダメなんで。もう一回美咲くんへ。あー、相手にボールを取られてしまう。強いな。さあ、ここでどっちでもいい。美咲くんに渡った。構わずシュート、ジャンピングボレー、勝負です。ここは決まりました。
ちょうどタイミングがいいのは佐々木くんだ。さあそこにどっちでもいい、決めてくれ。これシュート。さあ3位木杉くんが今度は、いや、うん、もうシュート行きます。あーっと捉えてしまう。ワンツーだ、恐怖のワンツー。この国渡ってしまう。オーバーヘッドキック、止められない。止めた。国見コーナーキックです。気がつけばアディショナルタイム、自動君に渡る。何としても止める。ダメか、決まってしまった。同点に追いつかれました。シュート、いいでしょう。新田くんがフォロー。いやもう新田くん、新田くんもシュート。あ、ハヤブサシュート打ってもよかったな。おっと、しかし同点のまま前半終了です。試合再開。さあ、キセイ君がついた。
腹すいた。中間くんがついた。タックル。あ、やばい。リトクの強引なドリブル。吹っ飛ばされた。ランニング来る。決まってしまってリードを許します。新田くんがパスキャッチ。ちょっとでもこれやばいな。キスイ君とワンツーです。シュート、はやぶさシュート、くらえ、はやぶさシュート、届かない。パンチング。さあここに木杉くんが待っていた。あーちょっと足りないな。もう一回新田くんへ。さあ木杉くん、これセットプレーです。いきましょう。はやぶさボレーシュート、同点に追いつきたい。決まりました。新田くんはやぶさボレーシュートを決めてきました。岸田君と美咲君、届かない。しかもワンツーリターンだ。7番に渡る。ヘディングシュート、パンチング、どうだ。パンチング、これは防ぎまして浦部君へ。美咲くんに渡しましょう。
ここは正面衝突を正面対決を避けます。浦部くんへ、3番これはドリブルで11番と9番がゴール前待っております。11番へ、キスイ君へ、キスイ君ちょっとね決定力に欠けるよな。さあ新田君へ渡る。今どこにいるんだ。いや、このまま行きます。シュート、ヘディングシュート、決まりました。さあ、再リードです。4対3。さあ、3人が囲います。ああ、反則だ。ここで名前、浦部くんがフォロー。すみさきくんへ渡しましょう。ちょっとダメ押しを決めたいな。で、これはパスです。新田くんへ。え、なにこうパワーディフェンスって。今日は弱まったが、おっとこれ空いてますよ。あー、でもボールを耐えてしまった。石田君がつく。結構あの前に出てしまっているのが怖い。しかしパスカットへ。勢い弱まっただけ。ワンツーリターン。また来たか。コンビプレー、ヘディングシュート、無理でしょ。そう、何度も抜かれてたまるか。おお、ジミコーナーキック。
さあアイシャドウタイム、ここを防げばチャンスではあるんですが、なんと全員フォロー、ヘディングシュートだがこぼれ球になった。さあ中山くん、これはトラップ、試合終了、白氷の勝利となりました。レベルです。最初のレベルでもレベル8ですね。浦部くんがカット、ここはネタキくんに渡します。で、浦部くんに、これは超えてもらいましょうと見せかけて、新田くんへ。さあ4番と8番です。いやこれスルー、あっと、しかし敵に渡ってしまう。崩している、もちろんシュート、ハヤブサボレーシュート、押し込みはしない方がいい、決まりました。南葛先制です。
早いな、速攻が。森崎くん飛び出します。ナイス森崎くん。これは好判断でした。まあ、うまくいった判断かもな。たまたまリスクを伴うからな。飛び出して失敗したらゴールはガラッ空っぽ、シュートは決まってしまう可能性濃厚ですからね。ここは岬くんフォローです。いい距離にはいそうだが、このまま決めてしまおうか。これだ、オーバーヘッドキック決まりました。中津2対0リードを広げます。インターセプト成功。高杉くんだが、いつまで高杉くんが持っとくわけにはいかない。前に突出するのは危険、突出するのは危険です。9番がゴール前にいるな。しましょう。さあ新田くんへヘディングシュート、ボレー球になって相手に渡ってしまいそう。あ、でもまだチャンスある。何もできない。そしてスカイラブハリケーンだ。パッチング無理でしょうけどね。決まってしまいました。ここで7番にパス行くんです。サイドに攻めてもらう。当然ドリブルで突破。お、三崎くんが近くにいるぞ。三崎くんへパス。
張っていくのが早いな。もうちょっとドリブル。お、11番がちょうどいい位置にいる。キズイ君だ。キズイ君、ヘディングシュート。さあ今度は新田君がいる。決めましょう。ヘディングシュート。なんかコーナーキック。伊沢君、浦部君へ。8番が来るが、勝負。石崎くんがフォロー。石崎くんが引きつけて美崎くんへ。和夫くんが取ってしまう。高瀬くんタックルです。こぼれ球へ。敵を7番がフォロー。加藤くんが取る。またかよ。ジミアタックだ。抜かれてしまう。で、またもさっきと一緒か。またスカイラブハリケーンか。無理でしょう。おっと、しかし助かったと思いきや、これがあります。浦部君へ。え、何？スカイラブディフェンス。そんなバカな。さあこれ決めちゃいけません。全員タックル。ダメだ、遠かない。君がここにいる。あっと、試合前半戦終了です。危なかった。
またかよ。何もできないのが辛いな。あ、しかしこぼれ玉になった。ナイス伊勢崎くん。反撃の脳症、ここ上げたいとこです。赤間くんトラップ。いや、あなたが行くんだ。さあ、美咲くんがに渡ります。ボールがその縦へ攻撃を見せる。4番だ。ちょっと2人やったら素直に行くのは良くない。正解でした。センタリング新田くんに渡った。ヘディングシュート決まりました。サイドリード。石崎くん の, あのスカイラブハリケーンのナイスブロックは結構効いてるな。とにかくつきまといます。これだな。三田くんが拾います。滝くんへ。再度三田くんへ。ぶつかってしまうんで、浦部一度浦部くんへ。だが浦部くんはシュートしません。そうです、キスイくんに渡します。取られるなこれ。ちょっと粘りのボール回ししとけばよかった。パス回し。
はい、石田くんがつきました。一応タックルもらった。勝負だ石崎、かわされた。ありゃりゃ、10番がスルーだがゴールキックでした。いや、ここはドリブルで突破。いや、インターセプトを許してしまうか。やばい、またこれだ。スナックナイス。石崎の好守備が光りますね。ドリブルだな、石崎君は。と思ったけど、加水君へ。さ、待ってます。石崎君。6番、こんな簡単に超えてもらいましょう。かったが、これは伊沢くんかな。早い相手の対応が。ワンツー、滝くんとワンツー。伊沢くん今どこにいるんだ。キスイくんへセンタリング。さあ4番が来たがシュート。あー、ちょっと嫌だな。伊沢くんへ取られそう。高杉くんだ。結構正面にいます。2択に渡るのか。今度は浦部くん。しかし角度が悪いんで三崎くんに渡します。あー、捉えてしまった。三崎くんがつく。もちろんタックルです。抑えた。お、勝ちました。とにかく、石崎くんの好守備が光りましたね。
ということで、今回4試合、お届けしました。1回2回戦で負けてしまったんですが、再度、勝ちまして、2回目の挑戦は 2回戦突破しまして、3回戦へ。相田くんの会社ですね。会社じゃない。武蔵くんがレベル12に上がっております。キー君がレベル9か。伊沢君もレベル9。あ、美咲君が1歩も2歩も3歩もリードしてるんだ。もう伊沢君はなかなか能力が上がらんな。はい、ということで、今回、南葛高校の全国高校サッカーシリーズ第1回目、2回戦突破まで、お送りいたしました。この配信はツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォローリポスツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、YouTube チャンネル登録高評価お願いします。また、このツイッチの配信のアーカイブ YouTube に、アップロードいたします。 YouTube チャンネル、2日後18日21時頃からプレミア公開いたしますので、ぜひご覧ください。ディスライブアーカイブマイ YouTube チャンネル2 days after プレミアライブマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして TwitterX のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。